電気電子工学科の主任をやっております青山と言います。よろしくお願いします。今日はですね、まず私の方から電気電子工学っていうのは一体どんな分野なのか、内容なのか、で大学に入ってきてからどんな勉強をするのかということの説明をさせていただきたいと思います。でですね、ここに見づらいかと思いますが、ここにちょっとそれらしいことが書いてあります。電気電子情報というのが入ってますけれども、これは今工学部の私たちの学科の名前は電気電子工学科なんですけど、当然今情報が入ってこない電気電子工学ってないんですよね。ですから電気電子工学の中に情報も含めた分野としてこれからお話をします。でそれは現代および次世代の社会の基盤を形成する技術分野というふうに書いてあります。でつまりどういうことかというと、電気関連の技術というのは社会のインフラ技術だということになるわけです。で、その中を大きく分けますと、ここに4つほど小さいですけど書いてあります。まず電力分野、パワーエレクトロニクスと書いてありますけど、まあ、これの中にはですね、いわゆる発電送電、発送電といいますけど、発送電から制御、パワーエレ、そういうものが含まれてきます。から電気通信分野、これはハードが関連するソフトの領域も含むと書いてありますけれども、おそらく説明の必要はいらないでしょう。我々今こういう情報化社会の中で生きています。からもう一つが環境エネルギー分野と書いてあります。これはですね、今は私たちはあまり意識しないかもしれないけど、ここに人工衛星がありますね。で人工衛星なんかがさまざまな情報を我々に送ってきて、その情報はですね、あまり意識しないで使ってるわけですよね。カーナビしかり、BS しかり、それから環境計測しかりですね。天気予報なんか典型的ですよね。そういうふうな形でそういう分野も我々の分野の一部です。だから最後にこの光電気電子材料およびデバイスと書いてますけど、光とか電気電子の分野の、材料ですね、そういう材料を新しく作るというような分野も、この分野の一つです。それができて、そういうものを組み合わせることによって、このデバイス、ある機能を持たせたものを、電気的な機能を持たせたものをデバイスと言っています。素子ともいいですね。そういうものを作る、そういう分野があります。学科の基本方針としては、まず基礎学力を十分に身につけていただきたい、そのための講義とかさまざまなことが準備されています。でこの基礎学力というのが、何事においても一番大事ですね。こいつを身につけた上で、本当にやりたい、皆さんがやりたい学問をその上に乗っかっているわけですから、そこをしっかり勉強する、それが高ラインですね。全体にまず基礎学力的なもの、電気共通の基礎ですね、そういうものを身につけた上で、さらに興味のあるところ、自分の興味のあるところは深く掘り下げて、専門的な能力を身につける、その分野のね。でそして創造的応用力のある、そういう人材を育てるということが一つの目的です。からもう一つは、これは当たり前のことかもしれませんけど、グローバルに活躍できる実践的な技術、ここが大事なところです。実践的な技術、これは後で具体的にここでお話したいと思います。グローバルというのはどこでも今話に出てまして、これを、たまたま今こういう事態ですから、グローバルというのは身に染みて分かりますね。どっかの国が製造が止まってしまうと、日本で何も作れないみたいな状況が起こるわけですね。もう必ずグローバルに一つの産業も広がっているわけですから、そういうところで活躍できる、実践的な技術者が必要だということになります。もうちょっと噛み砕いて言いますと、基礎学力の向上のための支援を私たちは一生懸命やります。これは数学と書いてますが、実際電気の基礎学力というのを含んでいまして、それをの向上のために最大限の努力をします。でその講義とかそういう知識だけではなくて、実験実習卒業研究プロジェクト研究、そういうものを通じて実践的な技術を見つける、
ここに書いてある実践的な技術者ね。でこれどういうものかというと、ある問題を解決したいと思った時に、それは頭の中だけで解決、あこうやればできるなということは考えられる。だけどそれを自分では解決するまで持っていけない、誰かにやってもらうというのでは実践技術者ではない。自分で考えて方法論を見つける、でこうやれば解決しますとなった時に、さらにそれを自分の体と手と使って自分で最後まで解決まで持っていくということができる技術者のことを実践的な技術者と言います。我々の目標はこれです。こういう技術者を世に送り出したいということです。まあ、最後のところは、技術屋としては当たり前ですね。社会的な常識、高い倫理観、粘り強くチャレンジングの姿勢、まあ、こういうものを十分持ってもらえるような授業とか実習の体制、やり方というのを工夫してやっております。で、最後に、まあ、コースが実は2つあるんですね。電気システムコースというものと電子情報コース、2つ分かれています。1年生の時はもう全部共通で基礎ばっかりやります。で2年生になる時に自分は一体どういう分野の方法をやりたいのかということを2年生になる時に決めていただきます。そしてどっちかのコースを選んでいただく、まあ、電気システムコースか電子情報コースか。で中身はまあ大体想像は皆さんつくと思うんですけど、まずこっちやりましょうか。これ分かれているといってもほとんどが重なっています。で少しだけこちらの分野の講義とか実習、こちらの分野の講義とか実習が加わっていると、そういう形ですね。で共通な部分ではもう当たり前ですけど、創造的な応用の高い専門能力と人類の構成、まあ、これ繰り返しになってますね。グローバルに活躍できる専門技術者の養成、要請された業務を主体的に推進実践する能力を育成で、電気電子情報工学分野をベースとしてより広い幅広い分野で活躍できる人材育成、まあ、電気電子分野の基礎がきっちりできていれば、それをベースにいろんな分野にこう波及していく、自分でアイデアで、ね、こういうことは我々できるから参加しましょうみたいなことで、通常電気電子情報系の分野ではないような職種、そういうものにも参画できるということです。まあ、これはこちらの中身少しだけ申し上げておくと、まあ、電気電子システムですと先ほど言ったパワーエレクトリクスから制御、まあ、スマートシティなんてかもそれに入りますよね。そういうもの、要するに大きな電圧、大電流、大高電圧、そういうものを扱う強電系って昔言ってましたけど、そういう分野ですね。電気電子システムについて基礎から応用まで社会の基盤を支える知識を学ぶ、電力電気機器分野のニーズに応えられる人材の育成ですから、こちらの電子情報系では、まあ、情報技術のソフトとハード両面についての知識を学ぶ、今や流行りの AI とか VR バーチャルリアリティ、そういうものも含まれます。電気情報通信宇宙分野の企業で活躍できる、まあ、そういうものもますますね、宇宙を使って何か事業をしようというのが今増えていますので、そういう分野にも参画できる技術者を養成したいということを考えています。では次の先生にバトンタッチしたいと思います。でこれも非常に大事なお話でして、まあ、卒業後の進路ということで、まあ、就職であったりそれから進学という意味での、大学院で学ぶ、この2つがあります。でまず就職ですけれども、皆さん、ご存知かもしれませんけれども、電気電子工学科は、まあ、100% 近い、就職率を得ております。で、まあ、いろんな一部上場企業、それから技術力のある中小企業等に、就職の実績がございます。まあ、例えば、北陸電力さん、それから関西電力さん、中部電力さんの電力会社さん、それからメーカーもですね、三菱電機、富士電機、等の、電機メーカー、まあ、シャープさんもあります。それから電気工事系ということで、北陸電気工事さんとか、
最大手のフィンデンさんとか非常に大きな会社さんに就職しております。で OB、まあそれは OB、OG のおかげなんですけれども、まあ企業の推薦枠も、ございます。ですから皆さん方は、まあ、いろんな企業を、選択できるというふうに思ってください。特に何の制約もありません。それから、もう一つは大学院です。で、大学院はなぜ行くかということなんですけれども、やはりより深く専門を学んでいくということが非常に大事になってきます。で、研究開発職であったり、それから、まあ、設計職であったり、より専門が必要とする職種に就職したいというときには、ぜひとも大学院で学ぶということをチャレンジしていただきたいというふうに思います。これで電気電子工学科の学科紹介を終了いたします。どうもありがとうございました。本学科では電気電子情報工学に関する最先端のテクノロジーが学べる環境を用意、衛星からのデータを受信する施設など宇宙に関連した研究施設も整っています。そしてこちらはスマートエネルギーの研究に活用されている太陽光発電装置、こちらは AI と IoT の技術を研究開発している AI IoT センターです。他にも多様な施設、設備があり、様々な最先端の研究が日々行われています。